関西の皆様こんにちは、氷川きよしです。はい、今回の劇場公演の意気込みなんですけども、これまでずっと、22歳から歌ってきて、そして24歳から、劇場公演が始まったわけですけども、まあ、これまでずっと時代劇をやらせていただいておりましたが、今回は時代劇とはまたちょっと違う、お芝居をさせていただきます。見てる皆様もこうワクワクするような、そしてこう胸がこうキュンとくるような、そしてこう笑いもあるような、老若男女の皆さんに楽しんでいただける演目になるんじゃないかなっていうふうに思っておりますので、ぜひ多くの皆様に見ていただいて、このコロナ禍でね、大変な状況ですけれども、少しでもこう皆さんに元気とか希望とかこう前向きな気持ちになっていただけるような、そんなお芝居を楽しんでいただきたいというふうに思っております。名前も知らずに、幅広いお客様に楽しんでいただけるような内容にしたいなと思っていて、やっぱりこう幅広い方に楽しんでもらいたいっていうのがデビューからのね、22歳からの目標だったので、ジャンル問わずみんな心ある作品はすごく素敵なんだよっていうのを伝わるコンサートにしたいなというふうに思っていて、あんまり偏らないで、はい、いろいろ構成も考えて、氷川きよししか出せない氷川ワールドを構成できたらいいなというふうに思っています。大阪やっぱり暑いんですよね。やっぱりもうなんていうんですかね、こう熱気があるというか、お客様拍手もすごく厚みがあるし、でやっぱり はっきりしてらっしゃるから、皆さんやっぱり厳しい目で見てらっしゃるところもあるし、とにかく一生懸命やって、で大阪ならではの食べ物も楽しみですし、たこ焼きが食べたいなと思って、とろっとしてるやつ想像するだけでよだれが。新歌舞伎座でお待ちしております。